本日2024年2月の15日、一度昨年こちらの自転車置き場、回収して、置いておく場所ですね、一時的に、そこにもうバイクは2、4、6、8、一回ほぼ全部回収してもらったんですよ。自転車もここも、ほぼ空の状態まで。だけどもう集まってきてるっていうことは、その回収してもらった時点の時でもういっぱいだったんですよ。もう何年もその状態で放置されていて、で、まあ私の方で動画にアップロードして、政府等に呼びかけて、で、回収してもらったんですけども、普通の自転車置き場とかが多分もう溢れ返ってたんだと思いますよ。もう長年放置されてたものが。で、それらがもうすぐに集まってきていると。もうこういう状況ですね。だから他の地点も同じだと思いますよ。